タコを茹でる工程パン、ワインと共に提供される、ポルボア・フェイラ・ポルボア・フェイラは、タコを用いたスペイン・ガリシア州の伝統料理である。ポルボア・フェイラとは、成長タコ料理といった意味で、プールポ・エスティー・ロ・フェイラとも言う。ガリシア州以外のスペイン語圏では、タコのガリシア風を意味する、プルポ・ラガ・ジェーガという名前で知られる。現在では、スペイン国内で広く親しまれており、スペインでは、 食べるなやバルの定番料理の一つに位置づけられている。ポルボン、フェイラの調理は、まず銅の釜でタコを茹でることから始まる。タコ全体を茹でる前に、頭を持って足を湯に3度浸す。こうすることで、足の先を丸める。足は、頭より好まれており、頭は捨てられてしまうこともある。タコが茹で上がったら、ハサミでおよそ1センチメートルの厚さに切り分け、 アラシオとパプリカパウダー。パプリカには甘いものと辛いものがあるが、両方とも使う。ガリシアでは甘いものをペメント、辛いものをペメントピカンテというをまぶし、オリーブオイルを垂らす。調理する上で最も重要なのは、生のグニグニした食感が残ってはいけないが、茹ですぎてもいけないということである。ちょうど、イタリア料理でパスタをアルデンテにするのと考えとしては、似ている。 そのためには、およそ40分から90分茹でた後、釜を火からおろし、そのままさらに湯の中で20分タコを置いておくと良い。ポルボア、フェイラは、伝統的にパンや薄くスライスした茹でジャガイモと共に、木の皿で供される。伝統では、タコを食べる時に水を飲んではいけないことになっているため、この料理は、ガリシア産赤ワインの若いものと食べるのが、一般的である。また、地域によっては、 衛生上の理由から伝統的な木の皿が見られなくなっていたり玉ねぎとピーマンのみじん切りを炒めたものを添えるなどレシピに多少の変化があったりすることもある。ガリシア一体で伝統的にこの料理が見られるのはタコが干物として内陸でも利用できたということが大きい。ここ数十年で冷凍タコが干物にとって変わった。生のタコは現在でもあまり頻繁には用いられない。 これは、生ダコを使う場合、出来上がりが、ゴムのような食感になるのを防ぐため、加熱調理の前に十分に叩く必要があるためである。この工程は、冷凍物の,の場合省略することができる。また、タコは、他の魚介類と異なり冷凍しても、味などに影響がないのもその理由である。ガリシア州、オーレンセ県やリュウゴ県は、タコ料理が美味しいことで評判である。ポルボア、 フェイラは、ルーゴの守護聖人さんフレイロンにちなんだお祭りの象徴的な料理になっている。ガリシアには、この料理専門の料理人もおり、通常は女性である。この料理人たちは、ポルベーラスと呼ばれる。近代以降、地方の伝統的な縁日が廃れると、ポルベリアスがガリシアの中で大量に発生した。ポルベーラスは宣伝されたレストランというよりは、 気の受けない即席料理屋であることが多い。立石博士高、世界の食文化14スペイン石毛直道監修、農文教2007年、P156AB バンドを生じ、桑原正夫、朝方竹和、スペインのガリシアを知るための五十章赤子書店2011年ピアニッシも、150から151、ABC、ペメントピカンテ、キャシェイロス、ポルベレスは、 ガリシア語で、対応するスペイン語は、ピメント、キャッシュロはそれぞれピーミントン、パタタカシダで、ポルベラの場合は料理人を意味する場合は、プールプラ、レストランの場合はプールペリア。abhttp w w w r e a l a c a d e m a g a l e g a o r g d i c i o n a r i o カレント、ページイコール 1&ID イコール293203ありがとうございます。